こんにちは、稲葉です。今回のパワーポイント3分チップスは、フォントです。フォントですね。まあ、プレゼンするときですね。タイトルスライドぐらいは、自分が好きなフォントで、かっこよくバンって出したいですね。で、経験あると思うんですけども、そのフォントが入ってないパソコンを使いますとね、もう出ませんね。当たり前ですけど。で、それをなんとかする方法になります。方法をご存知の方は多いと思うんですけど、まあ、3分チップスということで、できてみました。はい。はい。では、このフォントを例に言ってお話しします。私が好きなフォントの一つですけども、YouTube でよく使われるフォントです。で、当たり前に名前はわかりますね。これ、ラノベポップって言います。で、当たり前ですけど、学校のパソコンとかにはまず入ってません。で、これを使いたい方法はいろいろありますけど、一つはオプションの保存のところから、フォントを埋め込むという方法があります。このファイルだけにこのフォントを埋め込む。で、ただし、ここもうタイトルスライドだけでいいんですから、ここまではいらないという場合には、別の方法をお勧めしたいと思います。これですね。で、まずは、ワンドライブに保存してみます。どんな見え方をするかいうのは、ワンドライブに上げてみたらすぐわかりますか。当たり前といって、ワンドライブにこのフォントはありませんので、出ないはずです。はい、ご覧ください。出た。と思ったら、辛いでしょう。ああ、別の、もう、ないんですか。別のフォントに置き換えられてしまいます。で、声を出す方法ですけどね。まあ、ご存知の方は多いと思います。ここですね。切り取ります。切り取って、別の形でもう一遍貼り付けることになります。ここ、ホームタブから行ってみましょうか。貼り付けがありますね。形式を選択して貼り付けか、ここでは、PNG でいいですね。これを選びます。はい。こうなりました。で、もう一度ワンドライブでチェックしてみます。はい。どう反映されてますか。はい。スライドショー。はい、OK です。はい。このように、ワンドライブでもこのようにきちんと使いたいフォントが出ます。もう他のこのフォントがないパソコン、どれを使っても必ず同じ出方にすることができます。はい。ぜひ試してみてください。間違いなくなりますので。で、私の場合、あまり、こういう、あれ、自分が使ってるフォントと違うトラブルはあんまり起こらないわけです。どう言ったか言いますとね、私の場合、パソコンを借りてプレゼンするのがありません。必ず自分のデバイスを持っていきますか、こういうことは起こらないんですけど、まあ、そうでない方は、この方法を使ってみたら便利だと思います。はい。これで終わります。はい。お疲れ様でした。では、また。